はい、どうも、グローバーです。なんでここ開いてんだろう。まあいいや、というわけで今回は少しちょっと、なんて言うんでしょう、お話ですね。最近あったことをちょっとお話ししようかと思って。はい、でその最近あったということなんですが、僕はこうちょっとなんて言うんでしょう、買い物というか、こう、お菓子を買おうと思ってこうコンビニに行ったんですよ。でコンビニに行って買ったんですよ。菓子を買って、でこう帰ったんですよね。帰ろうとしてこう歩いてたんですよ。普通にこう買ったもの持って歩いてたんですよ。したらなんかこうおじいさんがチャリでこう来るんですよ。こうガーッとで来るんですよ、チャリが。で俺がここにいて、チャリがこう来て、歩道でねこう来て、で、もうチャリ来たなと思って、こう、避けたんです。そしたら、なんか、よろけ出したんですよ。こう、よろよろよろってって、よろけ出して。で、よろけ出して、お、大丈夫かと思ったら、もっと視野先に、こう、ブーン、ブーン、ブーンってなんかもう、ブーンって、こっちの方になんか脅かすような感じで、こう、ブーンって来たんですよ。ブーンって叫んじゃったんですよ。もう、本当にもうこの辺まで来て、タイヤが、こう、ブーンってって。うわー危ねえっつって思って、うわっつって言ったんだよ。そしたら、なんじゃお前、危ねえこんなやるな、お前なんじゃお前、お前こんなやるな、お前つってなんか急に怒り出して、逆ギレされたんですよ。なんなんだと、もうなんかもう状況がよくわかんなくて、チャリに乗ったら、なんじゃお前こんなやるなって言い出して、どうしたんだと、なんか言い返すとか、そんななんか別にもうなんか絡まれたくないし、すいませんって言ったんですよ。すいませんって言ったら、おめえどこの学校だって言い出したんですよ。おめえこの野郎って、個人情報なんで言いませんっつって言ったら、なんだお前この野郎、おめえがこの野郎って言い出して、おめえがこの野郎、当たってきたこの野郎って、当たってきたからこの野郎、はぁ、てめえがよろよろあれわざとなのか、なんかの当たり屋なのかよくわかんないですけど、別に当たってもないですよ。お前が当たってきたやつ。いや、俺も当たってないの。歩いてただけ。そう。歩いてただけなのよ。わかる？歩いてただけなのに、なぜか、なんでお前バカ野郎っつって、危ねえだろうが。危ねえのそっちだろ。俺もビビったわ。激おこプンプンが。あれはマジでね、本当にやばかった。あんたは言い訳すんのか、この野郎。すいませんって言って、速攻逃げました。早歩きで、ダッダッダッと音立てながら、威嚇しながら、こうして。で、帰ったの。したら、じいさんが、あんたは待てーって高速でチャリこいで、追いかけてきたんですよ。うわー待ちやがれーって言って、ブワー来て、うわーまた来たーって言って、その多分ね、500メートルぐらい歩いたんですよ。そしたらもう後ろからもう、ブワーってチャリこいで、ガーッ来たの。だからそのままクソガキって言われたんですよ。クソガキ？クソジジイが。